読売ジャイアンツ対福岡ソフトバンクホークスのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはジャイアンツの先発小宮山さん、まずは先制点をどちらのチームが取っていくのかというところ注目ですよね。そうですね、本当に先制するかしないか大違いですからね。先制点が欲しい両チームの攻防です。インコース決めてきた。さあ3球目は何か。インサイド落ちました。バッターは2番に入っている山田金田。まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド落ちました。レフトに強い打球。さあそしてバッターボックスにはスパンジェンバーグが入ります。さあ得点圏には先制のランナー、ここはしっかり切り抜けて主導権を握られないようにしたいですね。なるほど、そうですよね。ナイスボールですね。インローへキレのある変化球が決まっています。またインロー、そうですね、どんなバッターでも追い込まれるとスイングも多少になると変わってきますからね。さあ2ストライク打ちました。さあそして打席には柳田が入っています。さあ2アウトにはなりましたがピンチは続きます。先ほどのアウトで流れを渡しませんでしたからここもしっかり抑えてほしいですね。なるほど、そうですね。2球目打ちました。さあこれからホークスが守備につきます。亀井が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球は際どいところに来ました。ストライクです。次が2球目、ちょっと合わないようです。ノーボール2ストライクです。インコース打ちました。いい当たり。変化球が低めに外れます。インサイド落ちました。バッターボックスには指名打者の柳田。高橋、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール。打ちました。さあそしてバッターボックスには坂本が入ります。さあ一打先制のチャンス、やはり先制することは大事なんで先手を取りたいですね。ホークスピッチャーに変わります。一打初球は何から入ってくるか。今のはバッターよく見ましたよね。はい、ストレートわずかに外れてボール。際どい球わずかに外れています。さあ4球目は何か。打ちました。さあそして打席には丸が入っています。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。今度はしっかりつなげて先制点を奪いたいですね。打ちました。2回になります。ホークスの攻撃、バッターは DH ブラゼル。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で最初引っ張った。打順は6番新庄。金田、まずは先頭バッターを打ち取っています。枠をいっぱいに使ってきます。ストライクです。惜しいですね。はい、変化球わずかに外れてボール。見逃し三振。バッターは7番に入っている大山。ツーアウトランナーありません。枠いっぱいに決めてきました。ストライクです。いいコースだったんですけどね。膝元変化球がわずかに外れています。インコース決まった。ワンボールツーストライクと追い込みました。
打ちました。2回の裏ジャイアンツの攻撃、打順は5番吉田。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。西さん、この場面はどうしても出塁しなければなりませんね。まあここはね、確実に行きたいですよね。さあまずは先頭バッターを出していきたい。ふわふわっと上がった。バッターボックスには6番浅村。松永、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちのボール打った。バッターは7番に入っている中村。ツーアウトになっています。この回のジャイアンツ打線ですが、4球でツーアウトになっています。これも初球打ち。3回の表ホークスの攻撃、得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは8番の谷繁。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。バッターボックスには代打の村上。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。そうですね、ここで点をやるわけにはいきませんからね。そうですね。さあベンチの期待に応える。打ち上げた。さあそしてバッターボックスには足立が入ります。さあアウトカウントが1つ増えましたが、得点圏にはランナーが残っています。踏ん張りどころですからね、ここもしっかり抑えてほしいですね。なるほど、そうですよね。ふわふわっと上がった。さあそして打席には中村が入っています。嫌なところで回ってきましたね。さあ2アウトにはなりましたが、ピンチは続きます。ここまでしっかりゼロで抑えてきてますから、ここも大丈夫でしょう。なるほど、そうですね。いいところに決めてきますね。インローのストレート、力のあるボールです。すぐに追い込みます。ふわふわっと上がった。ここでホークス守備を変えてきました。3回の裏に入ります。ジャイアンツの攻撃、得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは中田。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。ふわふわと上がった。さあそしてバッターボックスには小林が入ります。さあワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。まあ決めればサヨナラですからね、もうここで決めてしまいたいですね。なるほど、そうですよね。バッターボックスには代打の長谷川。松永、まずは先頭バッターを打ち取っています。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。ナイアフライ掴ん